2006 K-1 ニュージーランド大会優勝ポール・スロビンスキー。 94.9kg. He's the Holland Muay Thai champion. Please welcome the golden boy Bada Hari。 ちょうど1年前ここ東京ドームで鮮烈の K-1 デビューを果たしました、ザ・ゴールデンボーイバダハリです。共に9月の大阪での開幕戦で残念ながら敗れました。バダハリはカラエフに、スロミンスキーはグラウベに敗れて、今日のこの2006東京ドームはワンマッチで登場です。1年前のあのバダハリの衝撃というのは今でも鮮烈に残されています。以降2戦は残念ながらバダハリは結果を残せていませんが、しかしその負けっぷりも凄まじかった。今日の相手はポール・スロミンスキー。3月のニュージーランド大会でバダハリが敗れたその大会で優勝していった相手です。さあ赤いグローブバダハリ、そして青いグローブポール・スロビンスキー、ワンマッチのゴングが始まりました。さあ立ち上がりから両者とも非常に速い打撃、打ち合いになってくるか。ポール・スロビンスキーがすごい気合入ってますね。入ってますね。この人3週間前にムエタイの世界スーパーヘビー級のタイトルを取ってきたばかりだそうですが、そうですね、かなり過密日程ですけども、相当モチベーション上がってますからね、この人ね。そうですね。あ、いい膝ですよ。膝が入った、膝が入った、左、あ、左。かつてバダハリはあの顎をニュージーランド大会で打ち砕かれました、うん、だからやっぱり顔面を殴られるのはやっぱりまだちょっと怖いですね。あるでしょう ね。左ストレートが入っていますバダハリ。ただ去年のあの東京ドームのバダハリのデビューはもう大会さん衝撃的でしたからね。衝撃的でしたからね。すごいやつが現れたという感じでしたが、ステファン・レコ相手にものすごい KO 劇を演じてみたら、去年の東京ドームスイッチしてみたら、なんか持ってますよね。なんかあります、この人はね、持って生まれた、はい、いわゆるオーラみたいなものがあります。おー、ナイスパンチ、ステップバックしながらバダハリの右です。ただまあテクニックという点では谷川さん、もちろんスロミンスキーでしょうね。スロミンスキーはやっぱりね、ホースと、ピーターアーツみんな褒めてますね。必ずこいつは強くなるって言ってますね。強くなるっていうぐらいの、褒め方をみんながしますから、はい、あのベテランの選手たちがですね、まあ、もうムエタイでは実績十分で、そのムエタイのチャンピオンベルトは4階級を取っていたスロミンスキーです。またあのこの選手もですね、はい、なんか精神が非常に安定している選手なんですよね。そうなんですか、だからものすごくしっかりしてるなという感じがしますけど、残りは1分30秒です。このローキックが強いですね、はい、やっぱりムエタイのテクニックに裏打ちされた左アッパーから左ローキック、来ました今の左アッパーから右、今度は左ローキック、左右のフックとローキック3つのコンビネーション、左ストレートを伸ばしていったのはバラハリです。ただバラハリもここ2戦悔しい、左ミドルキックだ、そして右のストレートはボディーへ、両者のなんかこう打撃の出し方が違いますね。そうですね、でもいいミドルですね、バダハリの確かなテクニックに裏打ちされたスローインスキーと、そしてもう感情をむき出しにしたバダハリのミドルと、パンチの打ち合い、第1ラウンド前に出るのはスロミンスキーがガードを固めた、左ハイキック、これはやや牽制気味でバダハリが見舞っていった、左ストレート、この辺りの選手がね、やっぱり本当にあの時代の剣を担ってってもらいたいんですけども、はい、まあもうこの2人は一足早く2007年の戦いが始まっているといった感じですね。右のストレート相打ちになった、残り30秒切っています。第1ラウンド、スロミンスキーはもう完全にムエタイのリズムの取り方です。左ローキック、それをワンツーで牽制していくバラハリ、バラハリも比較的冷静ですからね。冷静ですね。なんかやっぱりちょっと負けが込んでですね、はい、今回は非常にシリアスに、はい、もう反省しながら、慎重に戦おうって感じですよね。よくジャブも使ってましたね。さあそういった刹那取り、ナイスミドル、素晴らしいですね。最後に一つこのラウンドを見せたバラハリです。第1ラウンドが終了しました。バラハリ対ポール・スロミンスキーのワンマッチです。最後のミドルすごかったですね。最後見せましたね、ここはカウンター気味にかぶせていって右左とバラハリ、まあ、第1ラウンド見る限りはどちらか分かりませんね、この先のバラハリとかね、この2人がそのまま来年の主役になってもおかしくない。これです、これこれはすごかった、ね、暴れ降りそうですよね。で一発で終わりませんからね、この人はね。これはかなりダメージとしてはスロミンスキーに脇腹残るかもしれません。ありますよね、はい、
そしてここはストレートを胃袋に打ち込んでいきましたバラハリ。見せますよねこういうあたりも。第1ラウンドの最後にはバラハリが一つ見せました。左のストレートはガードして見せましたスロミンスキー。右のストレートボディへ飛び上がるという説を見せましたが仕草を見せましたけれども右のフックです。大ストレート右ストレート右ストレートバラハリの右すごい速い感じでした今、ね、ですね。相手のローキックは冷静にかわしています。スロビンスキーは左へボディアッパーから右のローキック、やっぱりスロビンスキーは教科書通りなんですね、はい、アッパーからフック入ったフック入った。このラウンドバラハリのパンチが入っています、バラハリの自力の強さが見えますね、ニアス入りましたねこのラウンド、さあバラハリがこのパンチからこのラウンド一気に持っていくか。ただ決してね、打たれ強い選手ではないので、はい、本当に最後の5秒、ねはい、でも分かんないっていう試合が逆転してしまうところがバドアリの怖いところですよね、はい、3月のニュージーランド大会でも逆転で最後持っていかれてダウンでしたからね。で特にイケイケでこうやって行き過ぎる時があるんで、はい、まあ、バラハリの気持ちとしてはこの人も判定は大嫌いです。もう絶対にどっちでもいいから KO 勝ちでも KO 負けでもいいからとにかくどっちかが倒れるまでやるんだというのがこの人の信念です。そうですね、まあ、なんかファンとしては、ね、こんなファイトスタイルとこういうファイターすごい人気出るんですけど、ですから9月のグランプリ開幕戦もファン投票で選ばれて開幕戦メンバーに名前を連ねたというバラハリです。一方スロビンスキーはきっちりと3月のニュージーランド大会を制覇して9月の開幕戦に上がってきました。それがスロビンスキーにとってはちょっと面白くありません。左ストレートでちょっと後ろに下がりましたスロビンスキーです。バラハリはまだあとパンチのコンビネーションからローキック、ここはバラハリのコンビネーションです。バラハリいいコンビネーションですね。このラウンドバラハリですかね、スロビンスキーからすればあいつは実績もないのにここまで来上がってという思いがややあるようです。後ろに下がっていくバラハリ、左ローキックはスロビンスキー、まあね、そのニュージーランドの大会でバダール1回戦で負けてるわけですから ね。でもこのチャンピオンを破ったら、はい、やっぱりバダールというのは強かったんだと。そうですね、証明されることになりますから、まあ、そういう意味ではこの戦いは非常に因縁深くて面白いですね、この2人はね。やや下腹部に入ったか、ただそれほど時間を置くことなく試合はリスタートです。左ストレート、これが伸びてきますね、この左がね、このラウンド左フックだ、ストレートからフック、このバラハリのスイッチして右だ、しかしそこにスロミンスキーをもらった、スロミンスキーの左も良かったですよ、はい、右です、早いですね、反応が本当に早い、早いですね、モーションなく放ってきますね。右のミドルキックはボールスロミンスキー、この左がよくジャル、左フックだ、バラハリの左、一瞬ガードを下ろしました、スロミンスキー効いてる証拠か、連打が効きますよね。それでも前に出てくるのはスロミンスキーです。ただこのラウンドはバラハリスロミンスキーに対していいパンチを見舞っています。よく見てますよね、はい、第2ラウンドが終了しました。ゆっくりとゆっくりとザ・ゴールデンボーイ、 K-1 史上最強のバッドボーイバラハリがペースをつかみつつあるか。第2ラウンドが終了しています。おー、いいパンチですね、これはいいパンチ伸びてきましたね、はい、でね、打撃が当たった次の瞬間も、はい、もう動いてますからね、反発では終わらずにチャンスと宮古を仕留めに行く獣のような鋭さを感じますバラハリ。ここは左フック、ボールスロビンスキーの体勢が崩れました、まあ、ダウンこそはなりませんでしたけれども、このラウンドはバラハリが取ったような印象があります。腰が落ちましたボールスロミンスキー、3月のニュージーランド大会では1回戦負けでした、こちらバラハリ。そのニュージーランド大会優勝したのが今日の相手スロミンスキーです。ファイナルラウンド、ファイナルラウンドを迎えます。2ラウンドは谷川さんバラハリ取りましたかね。取りましたね、1ラウンドも取っててもいいかもしれないですけどね、はい、若干、ただスロインスキーもね、はい、地道にローキックは僕は効いてると思いますから、はい、的確なポイントはある程度上げてますよね、はい、こういうのは効いてると思いますね、はい、おっとここは右の膝だ、スロビンスキーはこのローキック、これのローキック効いてますよ、はい、コンビからローキックを、左足ちょっとね嫌がってますから、バラハリは、ただ今日はバラハリはきっちりそのステップでかわしてリングを広く使って、この左ジャブが非常によく伸びていく、はい、そして時折スイッチしながらパンチを伸ばしてきます。
ここは相打ちになった、うん、だからこういうパンチの相打ちになった時に、あ、ソレンスキーのローがいいですね、はい、あのバタレを打たれ弱い、こう打たれ弱いところがあるから、はい、だからもう最後の本当に1秒たりともですね、試合が目が離せないのが、はい、この選手の特徴ですよね、はい、そのニュージーランド大会では勝っていながら逆転負けを喫してしまったバラハリ、まあ、そのあたりまだ若いという感じもしますけれどもね、ただその分可能性を秘めているこのバラハリです。あ、だからこうやって見ると本当に2人ともいい選手です ね、いい試合をする選手だなという感じがしますね。今日の8人に入ってきてもおかしくないですよ ね、おかしくないですね。右の下、そして右のフック、一発では終わりません、必ず連打で放ってきますバラハリです。森さん、はい、バダハリのセコンドサイドちょっと不満顔 で、あ、そうなんですか、こんなもんじゃないだろうというような、ね、表情を見せてます、ね、ですか、で下がりながらの攻撃が多いのでどこかで1本踏み込んで、パンチを出していくようにという指示です、はい、あ、下がりながらの攻撃が多い、ニュアンスとしてはあまり良くないという捉え方をしているような風刺もあるようですが、やっぱりねローが効いてるんですね、はい、あっと右の前蹴りだ、これは、まあ、スリップです、スリップタイミングを変えました、左だ、下がりながらも左です、確かに下がりながらも払っていますが、よく見えてますよね、はい、やはりこの再三再四放たれてくるこのスロビス、これですね、このローキックが非常にうるさいと思われますバラハリです、かなり足を引いてきてると思うんですよ、左、はい、大きく振り回してきました、左ストレート、いやジャブですからもうガードの隙間からしかし鼻柱は捉えています、このジャブは非常に有効ですから、スロビスキももう一歩踏み込めないのがあるかもしれません、ね、スロビスキもなんか根性ありますね、引かないですよね、はい、取材をしてても非常に冷静に淡々と自分の戦略を話してくれるポール・スロビンスキー、左ミドルキック、ただバラハリについて聞かれた時だけあいつはまだここに来るのは早いんじゃないかなというようなニュアンスを話していました、下がりながらも右です、下がった分だけ威力は減っているかバラハリ、おー危ない、怪しになる、はい、一発でかわしてバラハリ、ここはスロビンスキーのパンチだ、しかしバラハリのパンチを払っていく、スロビンスキーねちょっとポイント取られてると思うから、もう前に前に出てこようとするんですよね、はい、でバダハリは決して引くタイプじゃないんですけど、はい、足がちょっと効いてますよね、スイッチして左のミドルキック、無理はしません、勝利が欲しいバラハリ、後ろ回し蹴りを見せていった、一発を狙っていきました、早くも勝利を確信したのはバラハリです、判定に入ります、ちょっとバラハリが考えた試合をするようになってきましたね、そうですね、今日は考えて試合しましたね、はい、ここ2戦バラハリは悔しい思いをしています、3月のニュージーランド大会で逆転 KO 負け、しかもその試合で顎を砕かれてその後しばらくリングを離れました、しかしファン投票1位で9月の大阪の開幕戦に上がってきましたが、その時はカライフの前に50数秒で KO 負けをしてしまった、はい、まあ、あれもねちょっと不完全燃焼というかですね、和田原にとっては不本意な試合だったん で、まあ、あの今日の試合を見る限りやっぱりちょっとずつでもね、はい、あの回復して、まあ、去年の衝撃のデビューの勢いを取り戻してほしいですよね、はい、さあ判定です、ジャッジ黒住30対27、赤バラハリ、30対27、赤バラハリ、ジャッジ30対29、赤バラハリ、でジャッジは3人ともバラハリにつけました、この東京ドーム、去年バラハリが衝撃デビューを飾ったこの東京ドーム、ここ2戦黒星が続いていたバラハリですが1年ぶりに白星をもぎ取りました、あるいは考えた試合を今日は練ってきたのかもしれません、2006年最後の試合に嬉しい嬉しい大事な白星をもぎ取りました、この白星を胸にさあ2007年こそゴールデンボーイの